はい、皆さんこんにちは。日本女性を元気にする会の皆さん、こんにちはです。初めましての方もおられるかもしれません。スパークルカラー代表の石井麻子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は普段神奈川県を中心に、福色コンサルタントとして、パーソナルカラー診断、骨格診断、そして顔タイプ診断を、コーチングというね、対話のセッションの、スキルというか技術を少しこう織り交ぜた形で、しながらですね、皆さんの魅力を輝かすお洋服を選ぶお手伝いをさせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。愛知県の安城市というところでアメージングスパイラルという、ところの代表をしております。主にスキンケアからメイク、お洋服、立ち振る舞いまでの、見た目を中心としたスキルアップ0コンマ02秒で成功するというのをコンセプトにカウンセリングを中心にお話をさせていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ルームっていうそのなんていうのかな、お部屋みたいなのがなんかね、イメージで言うとね、屋台通りみたいな感じですよね。クラブハウスで通りの前に立ってでずらーっと屋台が並んでるわけですよ。で、ちらっと覗いて、あ、このお店いいな、この屋台いいなって思うと入っていくと、ね、気の利く大将がいると、あ、ようこそようこそ、あんたもなんか話していきますかって言って仲良くなれる。これがいい、私の好きな屋台ですね。と思いきや、もう本当にね、ここはもうビジネスをやるんですっていう屋台のお部屋もね、お店もあって、そこに入ると、あんた何してる人ですか？私こういうことやってるんです。とかね、そういう感じのね。やっぱこうあったりする中で、私はもうね、どっちかってその屋台のね、お店、ちらっとね、覗いてね、あ、もう合わないなと思ったらピシッて閉じてしまうので、もうすごい早いですね。ずっと長くいない。だから、あんまりその多分、今ね、ヒデさんおっしゃってるような、そのビジネスゴリゴリのお部屋とかは、入ったことがないかもしれないですね。どっちかっていうと。で、やっぱりね、ちょっと声っていうものっていうのが、クラブハウスほど、なんていうのかな、注目されることもないし、ちょっと声のセンサーがやっぱり磨かれる部分があって、もう一声聞いて、一声って言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとこう話し方とか声質とか聞いてて、あ、ちょっとこの方は、私とはあまり合わないなとかね、あ、この人はね、ぜひお話聞いてみたいなとかっていうのがもう、プッとこう分かれる感じなんでね。だから私の印象としてはそのビジネスっていう感じの方もおられるけれども、まあ、人懐っこいとかね、あとすごく人の話を聞くのが上手な方たちっていうのもたくさんおられて、なんかそういう方とかの方がやっぱ圧倒的に私は結構ね、出会ってる感じですね、イメージとしては。あとね、やっぱりそのビジネスに、クラブハウスやってるとね、なんかこれが本来のビジネスのあり方っていうかね、まあ、風の時代って何かよくわからないけど、風の時代のやり方なのかなと思うのはね、やっぱり人にね、魅力があると、その人のサービスって自然と受けたくなるんですよね。だからその、私はこれを売ってます、これをやってますって言うんじゃなくても、その人がいつもね、こう提供してくださってるお話が心地よいとかであったり、話聞いてくれてる感じがすごく楽しいなって思うと、じゃあこの人何してるんだろうって言って調べていくのがそのインスタグラムであったりツイッターであったりっていう紐付けなんで、で、あ、こういうことされてるんですね。で、その方が例えば今度オンラインで、ちょっとね、そういうワークショップやります。どうですかっていうと、あ、じゃあ行こうかなとかね。そういうふうになんか結果として人がありきでビジネスにつながっていくっていうことはあるなというのを体感してます。そうですね。クラブハウスって、すごく楽しい反面、勉強させてもらうこともあったりとかして、なんかインスタグラムとか今おっしゃったインスタグラムとかでも、やってるんですかやってないんですかみたいな。で、あんまり動かしてませんって言っちゃったりすると、え、なんでっていう、マイナスの声のトーンとか、で、麻子さんがおっしゃった、声って大事だなっていう、声とか表現方法っていうのを逆に、あ、大事だなって、感じたりとかすると、今度はそのアナウンサーの歴のある人とか、話し方の勉強しましょうみたいなルームに、こうちょっと入り込んでお話を聞いてみて、逆にこう勉強させてもらったりとかっていう、ビジネスも確かにつながりがこれからできていくのかなっていう期待感もありますけど、面白いな。これ、こういうことで気がついたら、ここの勉強しに行ける部屋とか探せばあるんだ、みたいな。そういう楽しみ方を今ちょっとしてます。一番初めにクラブハウス始めて、うわしんどって、そのね、アナウンサーしゃべりって結構できる方多いんですよ。あそこでね、初期入ってこられてた方って。ただね、女の人って、ああ、そうなんですね。本当に面白いですねって、全然心こもってないようなアナウンスしゃべりの人結構いるんですよ。で、それ聞くとバーンってしんどくて、うわ、そうするとね、かえってボソボソでも、ちゃんとね、自分の声で、あ、私これ好きなんですよね。話すの苦手なんです。でもみんなの話聞いてて面白いですっていう本当の声の方が全然聞いてて楽だし、人に好感が持てるっていうのもあって、で、どんな声の人だったら間違いないかなと思っていろいろめくって考えてて、あ、お坊さんの声っていいなって思って。で、もう私お友達、まず初期はもうほぼだーって僧侶ばっかり集めてしまった。僧侶コレクター。うまく使ってますよね。なんかこうセミナーした後に同時にセミナー、まあ要はそのウェビナーって言うんやけど、ウェビナーやりながらそのセミナーの声をこっち側に流しておいて、でそれでその先生がその講師の先生がこのクラブハウスに最後に入って、そこで懇親会みたいな感じでフォローアップするみたいなイメージをうまく使ったりしてる。サービスの一環としてはそれは使い方によってすごくいいなというのと、3月4月って一番ほら別れもあり出会いもあるという時期で、一番タイミング的にね、まあ、皆さんこの、風の時代とか言われてさ、いろんな部分でこうターニングポイントが迎えられてるかと思うんですけども、朝子さんの中ではまあまあ3月4月どんな状況だったんですか？そうですね、まあ本当に疲れましたねとか疲れたっていう言い方はねあれなんですけど、やっぱり4月にね、息子が中学生に上がって、やっぱ小学生からね中学生になるっていうことで、うん、お弁当が始まったんですよね、毎朝もね。で、それで娘がやっぱ小3から小4になるってことで、ちょっと多感なね、時期に背も一気にね、伸び始めて、やっぱりこう、気分のこう浮き沈みみたいなものが、幼児期に比べてやっぱ激しくなってきたとかですね。あとずっと単身赴任してた夫、ずっとっていうのも1年だけですけど、単身赴任してた夫が帰ってきて、まあずっと家にね、夫がいるっていう環境であったり、ちょっと家族がね、体調崩して入院したりとかっていうようなこととかが、まあ一気に結構重なったりは、まあしたりとかしてね。やっぱこう、よく思うんですけど、いつでももうね、やれることやっといた方がいいなってことはすごい思うんですよ。うん、だから、ね、後々、今できなくないけど、もうちょっと落ち着いたらとかっていうのは本当にやらない方がいいなっていうことは、まあ常日頃から思ってるんですけど、やっぱり、それで予定組んできてて、まあ、パツパツでそういう状態になってるから、結構今しんどいことはちょっとしんどい時もあったんですけど、うん、そういう変化はね、来るときは来るし、今回は結構ね、一気に来たなって感じがある4月でしたね。あとね、なんか思うのがね、これね、よくね、来年行きますとかね、うん、ちょっと今はあれなんで、もうちょっとしたら行きますとかっていうことをね、断り文句として言うのは全然いいと思うんです。でもね、それをね、結構ね、本気で言ってる人がいるんですよ。で、やっぱ思うのが、特にね、人が提供してるサービスって、もうそのね、瞬間にあったら、もうその瞬間にしかないと思ってた方がいいと思ってるんですね。だから、いつまでもあると思うな、ほにゃららほにゃららみたいな中にね、そうそう、特にやっぱ個人のね、人がね、提供してるサービスって、受け入れるとき、本当受けといた方がいいって思うし、お金とね、時間が許すならばってことですけどね。やっぱりだから、その、なんだろう、同じね人がずっと健康体でね、家庭環境も変わらずよくやってたとしても、やっぱり人って常に変わっていくので、一番伝えたいこととかだったりって、本人が望まなくてもやっぱり変わっていくことってあるんですよね。だから、今この瞬間にこの人がいいと思って、このサービスを受けたいとか思った時に、やっぱりね、猛ダッシュでね、それをね、受けに行くっていう心構えみたいなのがないと、やっぱ逃してしまうとね、いくら言ってももうね、それ戻され、でですね、うん、やっぱそれね、取りに行くのもすごい大事だなってことも最近両方において感じてますね。子育てをしたりいろんなことをしてるからこそ仕事をしてる人のエネルギーってまた違うしね、伝わり方が違うと思いますよね。まあ、僕も、まあ、一生子育てした父子家庭でやってきた人間なんで、ある程度のことは経験はしたけど、やっぱりこの強いですよ、その子育てしながら。旦那を見ながらで、やっぱりでも起業して今こうやって責任持ってやってるその一瞬のこう気持ちっていうのはすごくやっぱり自分にもね大変やかは分からへんけど、伝えていく意味ではすごくエネルギーがね強いと思うんですね。だからそういう今イメージが湧いてきましたわ。そういう時こそ受けてほしいっていう、まあぜひぜひ朝子さんのセミナーは人気なんでなかなか受けれないぐらい予約が詰まってると思いますけどね、もう本当にいいこと言うなと思っていつも思います。もうありがとうございます。ちょっと声を大きくして、お礼は大きく。ありがとうございます。もともと美容部員もどうなんでしょう、なるべくしてなったわけでもないんですけれども、美容っていうよりはこう女性であることにものすごく興味があったというか、うん、元の発端は私はハイヒールだと思っていて、自分の中で。ほうほうほう、母の履いていたハイヒールが大好きだったんですよ。でそこからやっぱり女性ってなんだろうっていうところからずっと行ったんですけど、学生時代はもう骨と皮でごぼうで真っ黒みたいな子供だったので、まあ、美容部員になる時にも周りのお友達から「え、藤子が化粧品扱う？」みたいな感じだったんですね。でもずっとやっていって、化粧品自体はものすごく好きだし、人の笑顔がどんどん変わっていくっていう、メイクをしたり、スキンケアでお話をしてって、どんどん変わっていくっていうのが楽しくて楽しくてしょうがなかったんですが、私いろんなことを知っていくうちに、一つのメーカーだけのものが全てではないなっていうことと、もっと人を輝かせることって何だろうって思い出したら、ちょっと美容部員だけでは足らないなっていうことに気がついて、じゃあ起業しようみたいに、カウンセリングとか人の話をもっと聞いてみたいとか、そういうところになってくると、美容部員ってこう時間がとても限られてくるので、もっと人の話を聞いて、そこからこう魅力を引き出していくっていうことをしていきたいと思ったんですね。だからやっぱりいろんなそのスキンケアもそうだし、まあ、心理学的なこともカウンセリング的なこともなんか興味あるんですか、そうしたら。もともとはとても興味がありまして、でそこから心理学を勉強しに通信ですけれども、うん、大学に通ったりとか、そういうこともしてました。なんか通じてきますよね。なんか美容をされてる方、まあ僕もそのメイクの仕事してますけど、なんか顔を触るだけの話じゃないもんね。これすごく、まあ僕は男性だから余計にね思うけど、女性の顔を触る仕事ってなかなか、まあ男ではなかなか少ないですよね。すごく最初緊張したの覚えてますけど、やっぱりなんか顔を触るってその心の中に手を突っ込んで、まあちょっと言い方こういうのがね、こういうのがクラブハウスのねこの表現の仕方が下手くそなんで、僕のクラブハウスのよくわかりますよ。いやわかります。なんかすごくよくわかる。そうそう、心を保持していくみたいな。そうそう。で一個間違うと振動にこうちょっとこうなんか振動をこう掴み取ってね、なんか荒くたく触る人もいてるわけですよ。ガーってそれはもう心が痛なの分かるんで、もまあ本当に今よりとこう心の中をこうほぐしていくみたいな、まあ、そんなイメージであったりするよね。うん、だからもう本当に今も緊張しますけど、喜んで女性の方ってすごくね表情を作るのもうまいから、これが本当に喜んでるんかどうかっていうのは本当にちゃんと見定めないと。おベンチャーで喜んでいただいたりして、結局はもうトイレ行ってすぐにメイクを落とすっていう話なんかを、僕だいぶいろんな、僕じゃないですよ、そういった聞いたから分かります。いろんなところでこうやってもらったんだけどね、こうでああでって失敗談をいっぱい聞いてうち来ていただいてる人もいてるから、じゃあその時そんなん言ったらいいのに、いやそんなんはもう上手にしていただいて嬉しいですよって言って帰るよって大人やからとかって言われたらね、そうなんや怖っと思ってましたよ僕も。でもありますあります。美容部員やってた時にお客様帰られて、自分がたまたまお手洗いに行ったら、その方がこう一生懸命眉毛直してたとかっていうのに遭遇したことあります。私がやったわけじゃなくて後輩がやったお客様だったんです。お相手したお客様だったんですけど、お客様も一瞬「うっ」っていう顔をする。ヒデさんおっしゃってましたけど、やっぱり人の顔をね触るっていうことにまず怖いっておっしゃってる、そのね心の在り方がやっぱすごい、ヒデさんという方がこうね何十年もメイク業界で続けておられて、こういう地位を築かれてる、やっぱり一つの、なんかそこに可能性って言ったら偉そうですね。なんて言うんだろう。もうやっぱヒントがあるなと思ってて、さっきね、心を触るっておっしゃってたんですけど、私自身もやっぱり顔とかって、もう本当にその人の内面がもう、ムキッと出てるものだと思ってるから、だから逆に自分の内面に自信のない人ってもうその象徴である顔なので、やっぱりそこってね、こう、嫌いな人多いかなっていうふうに思ってて、でそこにね、直接こう触れていく、ね、そのメイクの関係のか、私もメイクちょっと、去年ぐらいからちょっとまだね、日は浅いですけど、ちょっとずつ学ばせていただいて、お伝えもさせていただいてますけれども、もうすっごいセンシティブですよね、顔は。一生忘れないじゃないですか、顔のことで。なんかちょっと言われたことって。ねえ、うんうん。なんか藤子さんとかそういうふうに、そのお顔とかは触られるにあたって、なんかこう、普段からこう気を払っておられるところとかって、どんなところがありますか？そうですね。まずはもうとにかく触ってもいいかどうかから入っていきますね。あ、素晴らしいですね。うん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 。来ていただいても、とりあえずやってほしくない、やってほしいんだけどやってほしくないみたいな、皆さん気持ちの葛藤を持ちながら何されるんだろうみたいにしていらっしゃる方って、あさこさんもありませんか？こうセミナーとか、こうお洋服選びとか、色を見てもらうのに何されるんだろうっていうドキドキワクワクなんだけれども、こうなんかちょっとこう一歩引いたみたいな方って、初めてですね。まあそうですね。私の場合もうね、それで来られるとお互い結構時間あれなんでとか失礼なんですけど、だからもう結構そこを十分に考えてもらって、で、もう腹くくった人だけ来てもらいたいっていう感じにしちゃってるので、あんまりそういうことは最近はないんですけど、やっぱりお値段がお安い時期とかのね、時はやっぱり値段が安いからっていうことで来られてる方も当然おられたから、そういう時はもうすごいやっぱそういうのは感じましたね。うん、知りたいけど受け取りたくないんだな、みたいな感じですよね。そう、受け取りたいけど受け取りたくないみたいな、微妙なこう、ラインの心持ちでいらっしゃる方。うん、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 うん。なんか私今、男性もスキンケアとか。ああ、いいですね。うん、うん、うん。やっているので、男性こそそういうのが結構出てきたりとか。男性ってスキンケアどういうきっかけで来られるんですか？今ご紹介で来てくださる、もう本当に3月4月のさっきのなんか変化はなかったですかっていうヒデさんのお話じゃないですけれども、この3月4月にご紹介があって来てくださった方からまたご紹介っていう形で来てくださってる男性の方、4、50代、30代から50代の方なんですけれども、最近に、若い方で、韓国メイクでメイクしていらっしゃる方。ツイッターで見ます、よく。うん、あれはやりたくないんだけれども、なんか、朝の情報番組とか、たまたまこう、お家でワークをしていたらテレビがついてて、で、画面越しの顔が汚いとか、そういうのってこの辺でやってないのかなみたいな感じで、こう、じゃあやってる人いるよっていう、そういうので少しずつこう、お声をいただいてる感じですかね。なるほどですね。今ちょっとね、やっぱそれはあれですよね。オンライン時代で、やっぱり、おかえりなさい、ヒデさん。すいません、ごめんなさい。はい。そうそう、今ね、藤子さんが、男性の方でね、スキンケアを求めてね、もし来られるご紹介の方が、ね、どんどんご紹介に次ぐ紹介のね、方が、3、4月、藤子さんのところに来られてるっていう話を今伺ってたんですけど、やっぱそれあれですよね、オンラインになって、男性って今までの歴史史上、一番自分の顔を見せられてますよね、画面に。そうですね。そうですよね。だから今までって変な話、ちょっと言い方乱暴やけど、異性にモテるかどうかっていう観点が、まあ男性にとってのある一個見た目の重要性であって、自分で自分の顔を見るとかっていうのは、所詮髭剃る時の窓とかに過ぎなかったのが、こうやってオンラインでずっと自分の顔を見て、会議とかずっとやってると、やっぱりなんかこう、綺麗なね、男性の方の横とかになんか自分はちょっとなんか汚いとか、そう汚いっていうこともあれなんだけど、そういう感覚とかもあったりするんですかね、なんて思う。そうみたいですね。あとはやっぱりそこを通して、こう、今まで会ったことがなかった会社の女性の方とかに見られたりとか、会議で見られたりとか。ね、方がね。そうだからやっぱりそこで独身男性とか、まあできることなら女性も男性も自分を好いてほしいみたいな、いい印象を与えたいみたいな人が多いですね。だって藤子さんがお肌綺麗ですよね。ありがとうございます。声をここで何をしてるんですか？すごい綺麗。ありがとうございます。つるっとしてますもんね、ここからここまでね、もうね、綺麗。これ、頑張って、ハイライトとか、すごい必死なんですよ。いや、本当ですか？でも、もともとの字がすごい綺麗な。いや、すっごい作ってますよ。作ってます。作れるんですね。すごいな。全然。ヒデさん、もう私もアップなの伝えられない。ちょっとね。面白いやろ。みんなアプリこうやって、たまにこうアプリしてあげるってみたいなね。でもなんか車を運転してるふうに見えますけど、これ。雅子さんとかヒデさんのような、頬の、こう、ふくよかさっていうのがないので、そういう頬のふくよかさがある人の方が、こう、人からの印象って受けるものはいいみたいですね。じゃないですか。筋肉ですよ、筋肉、これ。筋肉ね。まあ、人相学いろいろありますもんね。そうそうそう、僕ら。いや、ふっくらしようかと思ったら、いっぱい食べたらいいだけ。でもやっぱね、あれですよね、口角下げたまま太ると、こうなってくる。確かに確かに。でも必ず針行って、美容針やってもらうと、朝子さん、ここ凝ってますねってやって、上げてます、無理してとか言って、いいとか言って、こういつも上げてるから、コリコリですとか言って。ここ凝る人って、ここマッサージするといいって言ってました。そうなんだ。ありがとうございます。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。さっきのなんか男の人の話出てましたけどね。なんか僕らは教科書でね、XY って男か女かっていうのをこうなんか遺伝子的なことで教えてもらってたじゃないですか。なんかこの間テレビでやってたけど、X と Y の中でもいろんな XX なんとかとか Y のグラデーションになってるってやつ。そう、グラデーションになってるってあって見た。あれ見たから多分僕も今メイクの仕事してるけど、男の人がメイクの仕事をするって何ってこうバカにされた時代がちょうど25年ほど前であったけど、よくよくこう時代の流れを感じていけば今ジェンダーの問題っていうのはもう本当にすごく認められてきてるじゃないですか。多様性っていうかないろんな部分でね。で、そういえば料理人とかも男の人とか、例えば美容師さん、まあ、そういう美容の関係の仕事をしたデザイナーとか結構男の人もどんどん増えてきたでしょ。美容師さんなんかでも男の人っていうのは今でこそ普通だけど当時そんななかったでしょ。カリスマの美容師さんとかね。で料理人もそうですよね。料理って女性でしょみたいなイメージでしたでしょ昔。そう考えていくと男性の中にも女性性があって女性の中にも男性性があるといういろんな部分がようやくこう噴出してるような世の中になってきてるような気がするわけですよ。だから今の男性の方も女性的になりたいっていう人は例えば僕なんかはこの X 時代ですよけどもね、バブル時代を知ってる、時代であったとしてもそういう中年やからもうそんなに意識ないっていうことではないと思うんです。本当はあるはずなんですよ。だから今藤子さん言われたように40代50歳の人ももうそろそろ僕らも綺麗になってもいいかなっていうことを願望として表に出していく男性も増えてくるに違うかなということをさっきね聞いてて思ったので、まあ、これ世のね男性の諸君って言ってもこれ男性の人見てないからあれですけど女性の方で旦那さんにもそういう願望があるよということとか彼氏さんにもそういう願望がもちろんあるよということをね知っていただいて。で男磨きっていうのは女性磨きにもなるし女性磨きは男磨きにもなるしみたいななんか2人で磨いていくっていうのはすごくいいかなって最近つくづく思います。なんかあれですよねここで喋る時って多分ねこういう感じで「はいそうですね」とか言ってるじゃないですかでそれなりに見えるじゃないですか。でもこれをね本当に素だったら電球ついてなくてマイクついてなくてもっと顔とかもこういう感じでこうやってぼーっとしてるわけじゃないですか。っていう感じでいきなりこう壇上に上がった時にあれなんか違うなっていうふうになるんだけどこうやって目開いてこうやって口開いてこうするとそれっぽくなるなみたいなね感じのことがなんかテクニックじゃないけれども、段階的にあるんだなっていうね、体感がね、できるとね、それで絶対ね、自分のね、今後のね、人生とかにもつながってくるんですよね、多分ね。で、それは、いきなりね、大きなところでやるのは結構緊張することだけど、こういうクローズドのね、場所だったら、ちょっと練習にもなるんで、うん、顔出しって見るだけでも全然違うと思います。ゴールライトとかついてるから。思います。そう。こんなことして喋んないじゃないですか。こんなふうに喋んないじゃないですか、普段。ああ、そうなんだ。とか聞いてちゃう。だからそれはみんな同じなんだけど、やっぱこう人前にこう出て喋る時の感じみたいなのをね、ちょっとこう慣れておくのはすごい強みになると思いますね。そうですね。まあだから本当に体感できるし、そういうのをやったことのない人にとってみたらここ応援する場にもなるしね。まあもともとはこのグループというのはそういう部分で日本女性を元気にするというね、そういう部分でのグループなので、まあ何かそれに貢献できればなというのもあります。ということで皆さんありがとうございました。あさこさん、ふじこさんありがとうございました。またありがとうございました。ありがとうございました。